ちゃんもの猫的な彼女。彼女はティーンエイジャー向けの恋愛小説を書く作家で、悩める女の子たちの間では恋愛の教祖様とか呼ばれたりしている。彼女の小説の中で少年少女たちはひっきりなしに泣いたり胸をときめかせたり、キスをしたり恋人と抱き合ったり、そんな風に恋をする。どうしたらそんなにいろいろな恋をかけるのですか？以前雑誌の記者の取材を受けた時、そんなことを尋ねられたことがあった。もっともその時彼女はただ意味ありげに微笑んでいるだけだったけれど、僕がその秘密を知ったのは彼女と付き合うようになってから1年、一緒に暮らし始めるようになってすぐのことだった。彼女は眠たくなると機嫌が悪くなる。日中はずっと執筆をしていて、遅めの夕食も済ませてしまうと、彼女はもう何もせずに寝室にこもってしまう。僕はそんなタイミングを見計らって、いつもほんのり温めたミルクを持っていく。深めのお皿に薄く貼って。寝室のドアを開けると、彼女はもう猫の姿になって、ベッドのそばでのんびりくつろいでいて、僕が置いたお皿のホットミルクを舐めるようにして飲む。それからじゃれつくように僕の膝の上に乗って、あなたがホットミルクを持ってきてくれるタイミングはいつも天才的ね、なんてことを言う。そうしてひとしきり膝の上を堪能した彼女は、窓を開けて夜の街へと出かけていくのだ。家の外で彼女が何をしているのかは知らない。一緒に暮らし始めてすぐの頃、一度だけ訪ねてみたことがあったけれど、やっぱり彼女はただ微笑むだけだったから。けれど本当のところは聞かなくったって分かっている。きっと彼女はこうやって彼女の物語に必要な恋を摂取しに行くのだ。時には夜の街に生きる野良猫に抱かれたりもするのかもしれない。僕は彼女に安らぎを与えることはできるけれど、物語になるような刺激的な恋を与えることはできないのだから。もちろんそれを寂しいと思わないわけではないけれど、仕方ない。彼女にはそういう生き方が必要なのだから。それでも僕はひとしきり夜の街を散歩してきた彼女が不意に僕のベッドの中に入ってきた時の温かさや、僕の頬を舐めながらゴロゴロと喉を鳴らす声を愛しいと思うし、あなたの作ってくれたミルクがないと眠れないの、なんて言われるだけで彼女のために何でもしてあげたいような気持ちになる。僕が彼女にとっての帰る場所であるように、そんなことを願いながら僕は今日もホットミルクを作る。